お,おーいお二人さんトモエ御前どこ行ったか知らない飲み物買ってくるって言ってたおっと入れ違いか休憩中に二幕の相談したかったんだけどな、はあ、でララピョンはどうしたのそんな熱烈な目で光見つめて さっきからずっとこの調子ずっとってもしかして来いわかるー私も仲間に入れてあちゃ違うよララフィンは今とっても感動してたの人っておっきくなるんだなーって私の身長は変わってないじゃなくって前にも合同プログラムで 光と同じメンバーになったでしょよーし第3幕終わり休憩に入ろううんふぅ激しい盾だったから汗かいちゃったねそうね飲み物を買ってくるオッケーララフィンも一緒にあっひりタオル置きっぱなし ちゃんと畳んでしまわなきゃ落とし物に見えちゃうようんカバンに入れるあそあそんな詰め込んじゃダメだよ綺麗に畳んで分かってる分かってないよま待ってもしかして。 んって整理整頓苦手少しだけ気をつけてはいるんだけど不思議と周りに物が増えてく意外何でもできちゃいそうなのにうんララフィンも初めて見た時はびっくりだったけどでもね今回は一度もそんな場面見てないのむしろ光の周り 掃除したみたいにピカピカなんだよなるほどねこのあっぱれな変化はまさしくグレーテル魔女を倒したんだね泣き虫だったお前がこんなに頑張るなんてあ最終幕のヘンゼルグレーテルは囚らわれたヘンゼルを助けるためにバシッと魔女を退治しちゃうんだよね物語の中で大きくなる。 確かに今回の光はそんな感じいいシンクロだよねいやあ私も見習わないとあのすみませんお話し中のところおっ友枝御前お弁当箱持ってどうしたのはいよろしければこれを神楽さんにとおお綺麗な三角おにぎり差し入れ そんな大層なものではなくてお腹がすいた時のために多めに作ってきたものなんです神楽さんが朝食を食べられなかったと言っていらしたのでこちらをえなんでダメだよ朝ごはんは食べなきゃは、もしかして飲まず食わずで森をさまようヘンゼルとグレーテルの演技を深めようと やっぱりち違う昨日の夜台本の読み込みに夢中になって朝少しだけ本当にちょっとだけ寝坊した寝坊 <laughs> そういう時もありますよね勝手かと思ったんですがお茶も用意しました神楽さんの荷物が広がっていたのを整えたのでそこでゆっくり 待ってもしかして光の周りがピカピカなのって巴御前がお母さんしてたお母さん真、まあ、昼には黙っておいてお兄ちゃんお兄ちゃん泣いてばかり言っちゃダメだよグレーテルだって <laughs> こんな檻りの中で私は魔女さんのお世話させられて大丈夫あの魔女は僕が太るまで食べないって言ってた手を見せろって言われたらこの木の棒でごまかすよでもでもバレちゃったら平気さ魔女は目が悪いしきっとしばらくは大丈夫 だから、グレーテル頃合いを見てお前はここから逃げ出すんだえやだお兄ちゃんと一緒がいいわがまま言っちゃダメだよほら涙を拭いてあ絶対絶対やだ私は絶対。 幕はここまでね、休憩の時間グレートん違う私はグレーテルち違う違うこの3幕のヒカリングレーテルがグレートなのなるほどうわーイクール待ってお願いだから語らせていいけどあのねこっちにすがる視線とか胸が潰れそうな声とかそういうのもすごい良かったんだけど さっき光に涙を拭こうとしたときの手を掴んだじゃんうんアドリブだったあれすっごくドキドキしたなんか生きてるって感じがしたんだ生きてるえっとなんて説明すればいいかな物語の最初からになっちゃうんだけどまずは前半部分の 森に置き去りにされたヘンゼルとグレーテルの一幕ここのグレーテルは不安な気持ちがいっぱいでヘンゼルに隠れて泣いてばかりいるでしょそうそしてお腹を空かせた2人はお菓子の家に吸い寄せられるように惹かれてしまってそこに住む魔女に囚らわれるそこから続く最終幕結局 魔女を撃退するのは今までおどおどしていたグレーテル彼女が物語の主役になるそれ展開としては急に感じるんだけどさっきのヒカリンの演技のおかげですごくしっくりくるんだよねヘンゼルお兄ちゃんと必ずここから出るって決意が目に見えるっていうか成長を感じて 生きててるって感じたんだそこ意識したからよかったやっぱりグレーテルはヘンゼルを守りたくてこんなに大きくなったんだって説得力がすごかったもんなねえこれって誰か参考にしたとかえ,え別にうーんリアルな演技だから誰かをモチーフにしたかと思ったんだけど。 ちょうど休憩中なんじゃい <laughs> やっぱりグレーテルってカレンに似てる「ブシロードゲームズ」。